こんにちは今日の「デイリーユニークは」は生ままれれてきてくれてきくくありがととうですすいさんよろししお願いしますインドの風習なんですけど生まれた日まあ、つまり誕生日ですね感謝して自分の生まれた日を感謝して誕生日の人がプレゼントを周りの人にお友達に配るという風習があるそうなんですよへえそうなんですか アメリカに留学してた時に、まあ、ハウスシェアしてたんですけどまあ冬暖炉を囲んでですね、まあ、ギターとか弾いたりみんなで団らしてるところにサラっていう子が来てでちょうどインドから帰ってきたばっかりの子だったんです、はい。でその子が「今日は私の誕生日なの。はいみんなにプレゼント」って言って「インドでこれがインドで聞いてきた風習なの」って言って私が生まれてきたことに感謝して周りのみんなに感謝して。 ギフトあげまつってあってアメちゃん配ってたんですようんあそんなかわいいプレゼントでいいんだって思ったんですけど <laughs> でもいい風習だなと思ってあのマレーシア人のマックスのとこもそれに近いですよねそうなんだマレーシアでは誕生日の人がみんなを招いてごちそうを振る舞うっていうほ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 うそれに近いですねきっとやっぱアジア圏の風習なんでしょうかね日本は 祝って祝ってって感じ、ね、そうですよね <laughs> なんか自分が主役って感じの日ですよねうん、うん、今日は美雪さん誕生日ですよねおかげさまでおめでとうございますありがとうございますなんかください、はあ、あなたに愛を込めてゆでピーナッツをあげるわ今後ろでコトコト音がしてるのは <laughs> ストーブでゆでピー作ってるんだよねこれが美味しいよね生の落花生を取れたてを 塩ゆで。うん、これ、アフリカで、あの、聞いてきたんですけどね、ガーナで。あ、そうなんです。これ、もう、ハマったね。うん。アフリカで育つんだ。アフリカンピーナッツあったよ、たくさん。んピンジョンでよく頑張って育て、ね。本当にね。ちっちゃい。ピーナッツだけどね。<laughs> でも、すごいなと思って。 ままた美味しいいいんんだだよななななこれがな食べてかからささやかな今日誕生日パーティーしましょうよこれではいでプレゼントえだからゆでピーなあゆでピーそうかそうか <laughs> ありがとうあのまあそういうというの冗談であのみクさんは毎日たくさんくれてるんですよキャンディーどころじゃないよたくさんねくれてるんですよねたくさん愛をくれてありがとうございます どういたしましまてキャンディーのように見えないけどもキャンディーよりスイートですどうもどういたしましてあの例えばだけどご飯作ってくれたりとか一緒に住んでくれたりとかチューしてくれたりとかちょっとセクシーで色っぽいところだったりとか洗濯とかもしてくれたりとか、まあ、でも何が一番嬉しいかって 自分のことを理解しててくれることだなって思うんですよねで一緒にいてくれるっていうかこの人と一緒に幸せな未来を見て思い描いて毎日そのために進化したり前に進んでいったり協力し合ったりしていることをそして この人のために、この人のためなら何でもできるっていう気にさせてくれること。そのあたりがね、なんか一番素敵なことかな。なんかたくさんもらってることかなって思います。なんていうのかな。安心感もらえるんですよね。一緒にいると。なんか自分が自分のままで肯定されているっていう。否定されてない。完全に。 受け入れられらててるっもうね思うんだけどもうあなたに出会って本当に思うんだけど世の中のたった一人の人が自分のことを理解してくれて受け止めてくれとったらもう何が聞いても怖くないんですよ。うん何でもできる気になるんですよ。うーん,んで泣いてるの <laughs> いや自分のいや,いや,いや違う違う,違うあのいや本当に本当の素直な気持ちとして何かいや出会ってあなたと出会って本当に満たされてるなと思って <laughs> <laughs> まあねあの自分もそあなたにとってそういう存在になりたいなって思いますよあの愛してるんですよ。 自分もみゆきさんのことありがとう日々感じてるかどうか知りませんけど <laughs> ありがとうございますなんかしょっちゅう不安がってますよねみゆきさんい。<Hey. S 1> なんでですかね結構愛の人だと思ってるんですけどねプレゼントあげないからですかね <laughs> それだね <laughs> プレゼントないもんねないね なんか物じゃないと思うんだよねなんかもうみゆきさんとの絆ってなんかもうまるで自分の一部のような感じすらするというかいやなんでかなみゆきさんがね不安があるんですよねうちのこと愛しとねうちよりもっと素敵な人ができたりどうするんいっつも言うんですよねこの人 <laughs> なんかあこ,こっちの愛を信じてねえなと思って腹が立つんですけど まあそんなあなたに改めてまあ誓いというかねあの結婚ってそもそもそういうものだと思うんですよ。なんか紙に書くわけじゃないけど契約というかもう私はこの人と一緒に一生死ぬまで愛を注いだりもらったりして。 成長しししっったり研鑽しあったりりてお互い協力し合って豊かな人生を味わっていく一緒に幸せになろうねっていう契約だと思うんですけど破棄でできないと思うんです自分たちはまあ結婚っていうその市役所とか村役場とかに届け出るものありませんけど 神様を見てると思うんですよね神様を聞いてると思うんですよそしてこの音声を聞いてる向こうの皆さんも聞いてると思うんです改めてそんなみんなに神様にそしてみんなに対して誓っときたいなと思って私高木とは妻みゆきを全力で死ぬまで 夫婦として愛し合うことを誓います吐きしませんまあ自分はこう三宅さんを幸せにするために何ができるのかなっていうことを日々考えながら過ごしたいなと生きたいなと思っていますこれからもよろしくお願いします公開プロポーズだったの ポーズ公開契約更新契約更新 <laughs> 1年更新ですか見直し期間が必要 <laughs> 1年更新毎年更新されていくあの1回きりでいいって考えの人もいるかもしれないんだけども実は日々したほうがいいらしいよじゃあ日々更新してください、うん、だって「俺はお前のことを愛してる」って1回言ったきりで「 その後一つも言ってくれ人どう,思う,うんまあ行動でそれが現れとったら不安にはならないかもしれないですけどねまあ女の子的には言っていただけるとありがたいですかねそうだよね「うん、愛してる」って言ってギュッと抱きしめてチュッてして「はい、よしよし」ってでも言葉だけでも困りますけどねそう。 行動は伴ってないん、ね、もちろんもちろんよししくお願いします、はい、どうやったらあなたを幸せにすることができるかっていうのをこれからも毎日考え続けたいと思いますそして行動にしていきたいと思っていますもうとにかくみゆきさん最優先ですからこれは聞いいてる人はあの楽しいかな <laughs> それは保証はしないけれどもそんなことはどうでもいい <laughs> どうでもいいってのはちょっと言い過ぎかもしれないけれどもまあ、あ高木糸さんっていうのはそういう考え方なんだそういう優先順位なんだそういう人柄なんだと思ってくれたらいいんですけどあのもちろんね、これを聞いてくださっているあなたのことももちろん知ってる人もいるしあの直接知らない方もいますけどこの向こうにいるあなたのことも愛しています優先順位が違うけど 家族の次の次くらいに真面目に思ってますんでこれを聞いてくれるあなたのことを少なくともここにはあなたを愛している人がいるっていうことを知っておいてほしいなと思います今日の「デイリーユニークは」は生まれてきてくれてありがとうでしたさんありがとうございました